さあ、今日はドイツ北部にあるハンブルクにあるセテオートモーティブに行ってます。ここはアクティブサウンドとか、あとロアリングのモジュール、あとはエキゾーストの開け閉めのモジュールなんかを作ってる、もう電装のスペシャリストのメーカーさんです。こんな感じで会社もでかい。そして今回僕らが来るってことで、なんと車も全部用意してもらっちゃいました。いろんなここのパーツがついてるみたいなんで、ちょっと紹介してもらいたいと思います。こちらなんと社長のお父さんの車 S7 だそうです。ドイツは S7 がディーゼルみたいなんで特に需要があるみたいです。で、今エンジンかけてくれるっていうことなんで、あークランキングの音もしないでこうディーゼルサンクなんで、ちょっとちょ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 、ここまでしょ。 V8 の音するね。 OK。確かに、うん、だいぶリアル。え、すげーリアル。すげーリアル。そうリアル。マップリングもしてる。あれこれじゃあ、あれユニットが違うからかな。今中で話を聞いたら、どうもこの系の製品でいろいろ流通してるみたいなんですけど、ちょっとクオリティが結構差があるみたいです。で、このセテオートモーティブっていうところで取り扱ってるこのアクティブサウンドに関しては純正品のスピーカー使ってるんで、非常にクオリティもいいし、まあ、音もいいということで売りつけてるそうです。え、これはダメだね。ちょっと音拾えてるかな。これ今吹かしてもらってるんですけど、さっきの音がこの音になると。え、これみんなつけるね。すごい。で、おなじみのこの画面でいろいろ調整ができるっていう。いや、びっくりした、これは。音いいね。いや、これ全然違うよ、マジで。似てるやつと。ディーゼルつけた方がいいね、これ。That's good? Yeah, that's the best sound I ever heard. Ever heard diesel like this? すげえ。Actually, it's the best sound. You like it? So now you want real V8?本物の V8 で行こう。あ、本物の V8? ちょっと聞き比べ。This is a real V8 now. But it's a valve module and downpipe. あ、これダウンパイプも入ってるんだ。なんとこっちの音も聞かせてくれるそうです。こっちはダウンパイプも入ってて爆音しようみたいです。結構近いかもしれない。こっちを聞いちゃうと、こっちちょっと確かに少しだけ作られてるっぽい感じするけど、全然いいよ。すごい、ナイス。AMG GT とバーフモジュール
AMG サウンドのする AMG サウンドも出せる S7 の音を聞かせてもらっちゃいました。結構あのこの手の製品いろいろあるんで、僕大体音一緒だなと思ってたんですけど、あのだいぶ違うっすね。まあ、ユニットの違いなのか、まあ、その後のそのマフラーの部分の違いなのか、まあ、ちょっとその辺もあると思うんですけど、思った以上にちょっと音が違ってびっくりしました。これがアクティブサウンドのユニット。This is the first generation. あ、これがファーストジェネレーションなんだ。This is second generation. ああ、今のやつなんだ。これもやってるみたいです。まあ要はこのビジュアルのユニットは全部ここは大元で作ってるという。だからもうその製品のレスポンスも早いし、まあ、新しいものが出た場合もすぐ対応できると。これが現行バージョン。すごい。他にもいろんな伝送品、ハンドルなんかもいろいろあります。さっきの S7 にこれをつける予定らしいです。あ、そうなんだ。聞きたい。さっきのはこれ2個付ける。S7 の、はい、あ、だからリアルなの、はい、今この社長が持ってるやつが高音用のスピーカーで組み合わせてつけるとよりリアリティがアップするみたいです。で、さっき聞いた S7 はこれが2個付いてるということで、その取り付けとその組み合わせで結構違ってくるっていう。すごい。で回転数が上がってきた時とか、あ、吸気、吸気の音とかもこっち出せるんだ。これは DME の書き換えと、あとバルブモジュールがついて、純正のマフラーの開け閉めができるようになってる X6M。 こっちもちょっと音聞かせてもらうみたいです。エキゾーストバルブモジュールってこれ音をアップさせるために音量上げたくてみんなつけるっていうケースが多いと思うんですけど、一部ではやっぱりこのアイドルアップの音が近所迷惑になっちゃうんで、アイドルアップの音を音量下げるためにつけるっていうケースもドイツだと多いみたいです。 R8 も相当爆音らしいです。で、社長のセテさん曰く R8 一番うるさい。で、これもバルブモジュールがついてるんで、 TPO に合わせて静かにしたいときはバルブを閉めるっていうことは気軽にできちゃう。これ閉まってる状態かな。すげえいい音してる。It's a Vive module for closing the valve.Put in comfort to have silent, then dynamic fold. このフォードだとじゃあもう絶対開かないってこと？ It never opens up when it's comfort. Yes, correct. This is because when it's in the morning, even in comfort it's loud. With the module in comfort is silent, also when cold for the morning. Originally it's loud, but with the module it's silent.本当にここもそのダイナミックだね。ちなみにあちらにいらっしゃるご年配の方は社長のお父様とお母様でございます。お母さんが今からあのバグン R8 の試運転に行くそうです。そしてお父様はこちらの S7 かな。お母さんが、お母さん結構踏むな。他にもおなじみのスマホでローダウンができる上げ下げコントロールができるユニットがついたこっちの S6 だったりだとか、ベタベタになってると。これもスマホで上げ下げできるやつですね。こちらに装着されてる。これもスマホの設定で、まあ、車高を絶妙に変えたり上げたりなんていうのもできる。で、基本的に全部ここの会社で
解析とかやって、まあ、お客様の車だったりだとかディーラーから車が提供されて車の解析なんかをやって製品を作ってるみたいです。そして僕が一番気になってるのはあの奥にあるスマート EV というこの僕らが乗ってきたレンターカーの奥にあるこのスマート EV、 なんとこちらにもアクティブサウンドがついてて EV なのに爆音で、しかもギアチェンジもするそうです。ギアないけど、ちょっとフューチャーサウンド聞いてみたい。 Like this is like a sport sound? ね、V8 だよねこれ。 AMD sound? 車と音が合ってない。 What is sport sound? あー、まあこのぐらいだったら。 Or like、volume V8? これもちょっと V8 っぽい。 V8 っぽい。 Do you have a futuristic?Not yet. That's coming in future. あ、これ入ってない。But for example, あ、そうなんだ。For example, this six cylinder. あ、まあ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 、そうだね、そうだね。だから車がこれだからあんまりドロドロ言ってない方が。Or for example, ten cylinder. ten cylinder. V10 の V10 の音ではない。Or if you're really crazy and you get with pops and electric car. ちょっと、あ、だからあんまり嘘っぽいの入れるとギャグっぽくなっちゃうけど、そう。But for Ika, I would not recommend Pops. Especially for this is original sound. あー、これがオリジナルサウンド。よ、無音。Or make the sport again. アムロ、行きます。嘘でもいいからパドルつけてえな。確かにパドルあったら。あ、シフトダウンした。ほらすげえ。めぐっちゃってる、めぐっちゃってる。あー、ちょっとシフトダウンのタイミングはちょっとやっぱりおかしいね、まだ。そうですね、うん、ちょっと自分、あ、シュートダウンしてる、やっぱり。これだから自分の考えてるタイミングでこのシフトダウンが入ればもっとすごくいいと思う。音とか雰囲気は全然悪くない。いやー、まだまだちょっと開発中で詰めなくちゃいけないんじゃないかなっていうところありましたけど、すごく未来を本当に感じた貴重な経験をさせてもらいました。だ、今回ドイツハンブルクに向かってる最中もものすごい勢いで EQ シリーズが結構積載車で運ばれてたりしてたんで、まあ、今ドイツ、アメリカの方が EV 進んでるみたいなんですけど、ヨーロッパ、ドイツでもかなり EV 化が進んでるみたいです。特に EQB かながかなり運ばれてるのを見ました。で、やっぱりそうなってくると音が全くしなくなっちゃうんで、まあ、こういったものの需要が出てくるんじゃないかなと。で、社長曰く全ての EV 対応可能にするそうなんで、まあ、今後にちょっと期待ということで。で、やっぱりちょっと嘘くさい音になっちゃうとおもちゃっぽいですけど、その車の音とその車の形とボリュームがマッチしてると本当に全然違和感ないぐらい。さっき S7 こう外バーって社長のお父さんが乗って帰りましたけど、全く僕らが聞いても違和感ないぐらいの感じで到着されてたんで、まあ、今回の車ちょっとトランクにモジュールがあったりして、まあ、ちょっとその正確な音じゃないんですけど、まあ、これ取り付け方とか、まあ、あとはその音質、まあ、あとはさっき言ってたそのフューチャーサウンドっていう EV のその吸引って音なんかも出せるようになるみたいなんで、そうなってくるとかなり幅広い需要に対応できるんじゃないかなと。本当にこれからが楽しみな製品、そして会社です。すごい。で、やっぱりいろんなこういう電装品販売してるメーカーあると思うんですけど、この会社の場合全部自社でデータの解析から製品化までやってるんで、まあ、例えばその辺のありものを販売してるのとはちょっと訳が違う、かなりしっかりした会社。さあ、というわけでいろいろ電装品をやっている聖帝オートモーティブっていうところを見せてもらいました。まあ、聖帝っていうかその日本語発音だと聖帝、死と聖の間、推定
社長の宮地ゼットオートモーティブ見せてもらいました。まあ、いろんなあのアクティブサウンドの音出すあのマフラータイプのスピーカーいろいろありますけど、あの音の違いにびっくりした。本当に結構いろんな音を僕も聞いたことあるんですけど、やっぱりどこかちょっと違和感あったり、いや結構作り物っぽいなっていうのあったんですけど、今まで聞いた中で一番リアルだったっすね本当に。ただついてる S7 はあれスピーカーが2個ついてたりとか、まあ、結構いろいろ工夫されてたみたいなんですけど、まあ、取り付けるそのスピーカーのクオリティとあと取り付け方でかなり、リアルなものに近づけるんだなっていう、まあ、これからもうどんどんその辺、まあ、もともと純正アウディ純正のあれパーツなんで、まあ、これからどんどん進化していって、まあ、車の方はどんどん音がしなくなるみたいなん でやっぱりちょっと話を聞いたらドイツでもどんどんその防音規制が厳しくなって、まあ、S クラスが99デシベルだっけから90デシベルになって、で次74デシベルになるっていう、もう74デシベルだと聞こえないレベルになっちゃうらしいんですよね。なんでまあそういったものの需要だったりも増えてくると思いますし、まあ、そういった規制も増えてくるんじゃないかなと思います。でこの製品一応ボンドの方で取り扱ってますんで、ぜひ興味のある方は各支店にお問い合わせください。というわけでドイツの旅はまだまだ続きます。また会いましょう。